野新さんスイーツ、ともっちさんアイスありがとう、ケンジさん花束、おたけさんハート、西さんお疲れ、としひろさんお疲れ、ケンジさんお断り、いっちゃんお断り、とっちゃんバラありがとう、アンバさんお疲れ、レネさんハート、いっちゃんレインボースター、しんいちさんお断りです、マジャルさんお疲れ、でもお断りです、レインボースターありがとう、こんばんは、メロンのあそこさんペロペロキャンディありがとう、こんばんは、こんばんは、今日はピースストックでした、寒すぎて帰っちゃった、そうもう今日は寒すぎたから、あれは日中からいた人は夜まで待つのはなかなかの、なかなかの暗闇の前に、いやあれはね、いろいろ理由があるんですよね、でも話していいのか分かんないから、誰かメンバーが話したら話します。和友さんお断りです、こんばんは、花火の写真とか撮ってないです、ステージの上で花火見たので、あの携帯とか持ち込んでないです。白熊さんありがとう、あのね花火ね、想像、会場にいない人が想像してるやつの100倍ぐらいすごい、もうすごい花火だった、もう私人生で見た花火で一番すごい花火でした、あっちからこっちからピューン、こんななんか銀色のシャワーみたいな、こんななっててすごかったです。クックさんお疲れ、ともっちさんバラ、ジュノラゴさんレインボースター、ミスターさんペロペロキャンディー、カズノシンさんかわいいありがとう、こんばんは、そう花火すごかった、すごかったです。あ、そうなんですよ、あのね江口国葉ちゃんっていう長崎出身のメンバーとずっと会ってみたくて、でそう話しかけたら、パセリさんですよねって言われて、写真撮ってくださいって言ったら、あの同じ長崎出身のカレンちゃんって子がいて、その子も連れてきてくれて3人で撮りました、撮って、その後にまた個別で一人で来てくれて、あの写真撮ってくださいって来てくださって、あのたくさん喋りました、なんかすごく丁寧にめちゃくちゃペコペコしながら喋ってくださって、なんかもう、いやもう、いやこちらこそ、うわって、なんか私はもともと HKT のファンだった身なので、そんななんか丁寧に、あ、ありがとうございますって思いながら喋ってた。そう花火なんか、そうなのよ、終わったと思いきや、多分あれ10分ぐらいかな、10分間花火があったっぽいです、2曲分あった。ミッチーありがとう、お断りです、こんばんは、ガーダリさん10、ジロくんお疲れ、そらそよかさんハート、クアドリさん10、ジロくん10ありがとう、しんいちさんゲームギフトありがとう、ジンダイさん尊いありがとう、楽しかった、ベンジャンスイズマインさんハート、サゴーズさんラブレター、まっちゃんです、お断りです、お断りです。あとね、今日はね、いろいろ発表があったんですよ。今日のイベントで発表があったのが、今日のイベントのステージの後に発表があった、その場でその会場に来てる人しか知らない、配信を見てる、配信とかなかったから配信を見てる人とかもなく、会場にいる人に発表されたのが、もう公式では出てるんですけど、クリスマスコンサートの開催が 2days、 クリスマスイブイブとクリスマスイブに 2days で4公演あるんですけど、これの4公演はちょっとまだ発表されてなくて、でメンバーはあのちょっとね、どこに出るかはそれぞれ違うんですね、もちろん全部違う
イベントになってて、でパセリはどこに出るかまだ内緒なんですけど、そうみちゅさんもステージで話してた通り違う公演なのでちょっと楽しみにしといてください。そうです、いつ発表出るか分かんないけど、それぞれね違うので、まあ、全部来るもよしだし、どれか選ぶもよしだし。下吉さん10ありがとう、まこばよさんハットありがとう。そしてあのリリーベの発表も今日ありました。リリーベの発表はあの12月10日に福岡でリアルお話し会があるんですけど、その前の日の12月9日土曜日にキャナルシティであります。すごくない？キャナルシティ、私が昔から行ってる場所に、行ってる場所にね行きますよ。いやどこに出るかは、いやみんな想像つかないんじゃないかなと思うから、クリスマスのやつちょっとねお楽しみにです。カズノシンさんレインボースターありがとう。キャナルシティはねあのすごいとこよ、すごいですよ。噴水ショーが1時間に1回ぐらいあって、音楽が流れ出したら噴水がピューンピューンってあるショーがある場所です。キャナルー、ラーメンが、ラーメン屋さんがいっぱい入ってます、キャナルシティはラーメンもいっぱい売ってるし、アニメグッズとかもいっぱい、ジブリショップとか何でも結構あったりする、テレビ系、フジテレビ系のショップとかあるよ。ともっちたん小判ありがとう。キャナルはね、キャナルの HKT さんの思い出はあの HKT さんの期間限定ショップが何年前、10年近く前、9年前ぐらいかなにあって、そこに行きました。大行列だった、大行列で階段に並んでました。そこで衣装展示とかもあって、でマフラータオルを買いました。メンバーの名前の入った駒田ひろかとか書いてあるあのタオルを買いました。あと T シャツを買いました。未だに持ってます。コカジオさんお断りです、ハートありがとう。大阪のひろしさんハートありがとう。ゴンベンさん花束ありがとう。よしひろさんハート、福ちゃんいいねありがとう。そうですね、博多駅から歩いて行ける距離です、余裕で。博多と天神の真ん中ぐらいにある場所です。お疲れ様です。しんいちさんバラありがとう。ピースストック行ってよ、わあ楽しかったね。今日は、今日騎士団さんが大トリだったんですけどジャンボリミッキーしたみんなで楽しかった。ステージ袖脇ステージ脇ステージ袖のなんかとこで見てたんですけど、メンバーと騎士団さんのやつ、他のアーティストさんの時は楽屋でちょっと見れなかった方もいたんですけど、騎士団さんのステージの後に花火があって出なきゃだったから袖に待機してて、いろいろ盛り上がって楽しかった。めっちゃ寒かった、海辺だから超寒かった今日。そうよ、楽しかったです。こんばんは。楽しかったよ。次回長崎で開催です。来年の3月に第2弾があるんですけど、なんとハウステンボスで開催されます。ヒカルさんハートありがとう。ワンナイトカーニバルやったよ、やってたよ。ベンジャンスイズマインさんハートありがとう。
シザーさんの時はステージにいたわけじゃなくて、もう隠れてるとこで、あの幕が幕のあの客席から見えないとこでメンバーとあの盛り上がってましたね。えまた出たいです。ハウステンボスどうなんだろう。ハウステンボスは毎年あの HKT さんが年越しのライブをしてるんですよ、カウントダウンライブ。だからね、どうなんだろう、 HKT ファンの方が詳しいかもしれない。小田氏さんハートありがとう。右野さん10周年クマありがとう。黒さんお疲れありがとう。ジャンボリミッキー沖さんめっちゃうまかったわめっちゃノリノリで踊ってました。みんなが沖ちゃん沖ちゃんって言ってた。スケモンさんバラありがとう。水谷千恵子さんとは一切あの会えなかったです。楽しみにしたけどステージの時間もあの被ってなかったから、そう見えなかった、お会いできなかったです。ペロさんハートありがとう。こんばんは。ハウステンボスは屋外でございます。さすが詳しい、さすがです。恋しいね。楽しかったよ。ね、出たいな。3月に3月の16ってハウステンボスの方があの投稿してて、いつやるかは知らなかったんですけど、そのハウステンボスの方のあの X の投稿で3月16って書いてた気がするよね。でそれの日にお話し会とかないかなって一応調べたけど、ないよね、かぶってなさそうだったから、あこれはこれはスケジュール的にはいけるんじゃないかって思ったけど、どうだろう。出れますとは言われてません一切。あの岸団さんは次回も出てくださいねってヒッピーさんがステージ上であの直接ハウステンボスであるので出てくれませんか、いいですよっていう、そういう交渉があったんですよステージ上で。でも STU はなかったから分かんない、分かんないです。どうだろうね。そう 2days あるらしいね、投稿を見たらそれで知りました。クロさんだるまありがとう。折り鶴の行方は不明です。サインはしたけどずっとあの楽屋側の方にいたから、どこに飾られるんだろうか。岸山さんのさ後ろで踊ってる大きいあのね着ぐるみみたいな方々の中に入ろうかな私がそしたら出れちゃう。こんばんは。楽しかったです。2日間。ケンケンミラーボールありがとう。ミラーボールで照らしてくれて、今日ミラーボールみたいな髪型してるけど、これはあのお団子してくださいって言ったらこれになりました。可愛いです。ここから編み込んである、ここからこっちまで後ろぐるっと編み込んであります。パセリファンめっちゃ見つけたよ。パセファンめっちゃ見つけました、ありがとう。寒い中あの早くから来てくれたり遅くまで待っててくれたり、昨日も今日もありがとうございます。ありがとう。会場のアイス食べてない。キッチンカーのやつ何も食べてない。今日は武蔵のお弁当でした。何も食べてないよ。佐世保バーガーがあるのはちらっと見えたけど、移動中に何にも食べておりません。あとヤマメっていうのぼりは見た。ヤマメがあるの？と思ったけど食べれなかったです。そっち側は一切行けなかった。パセリがライブ出てる間ゾンビと戦ってた。ありがとう、ゾンビと戦ってくれて。
昨日パセリ寝てる間になんか他のチームの人に攻撃されてました。恐ろしい。寝てて起きたらパセリ攻撃されてて、なんか負けましたみたいな敗北の通知が来てて、えっていつの間にかね喧嘩を勝てたみたいで、私売られた喧嘩を買ってしまったみたいで負けてました。なんか通知来てた、帰ってきましたみたいな。あ、出しっぱなしだったからか、あれだよ、私なんか出しちゃったんだよ、戦わせたまま寝ちゃったんだよね、きっとゾンビを戦わせたか資材集めに向かわしちゃったから、ちゃんと次から収納しますね、仲間たちを。ハウスしてから寝る、気をつけます。こんばんは、キョンシュさん、アイスありがとう。今も出てる、やばい直さなきゃ、さっきゾンビと戦わせたからだ、待ち時間に。あ、昼からずっと出てますよ、私昼休憩の時に出したもん、行ってこいって言って送り出してそのままだ、やばいよ。そう、結構ね出しっぱなし、私もランクアップ頑張ってる、もうなんか難しくてランクアップ、とりあえず本部レベルを今上げてるとこです。なんか5日ぐらいかかるんだけど本部のレベル1個上げるだけで本部25まで上げたいのにさ、まだ今全然で5日かかりますって言われたけど、これみんな早く本部のレベル上げてかないとね、どん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 本部のレベルが上がってくごとにね時間がどんどんかかるんですよ。3日とか5日とかかかってくるから結構重要です。こんばんは、阿部寛さん、10周年クマ10個ありがとう。そうなの、そう訓練もさどんどん長くなってる気がするし、何でもかんでも、え、どうする、25に上げようと思ったら1ヶ月かかりますとかやったらもうイベント終わってるけどって。来金なら25上げるの5ヶ月以上かかりました、やばくない？え、待ってください、イベント残り半月ぐらいなんだけど、今週の水曜日がさ中間発表なんだけど、うん？5ヶ月かかりました言ってるよえ？今月末が最終発表なのに？え？びっくりだよ。安部さん10ありがとう、新一さん小判ありがとう5ヶ月やばい5ヶ月ってもう年越してるじゃん、来年の4月とかじゃないの、12、1、2、3、4、うん、4月じゃん、新年度始まってるやん、恐ろしい。パス今17とかです、ちょっとね負けないように頑張ってる。森健銀河さんハートありがとう。みんなゾンビドゥームズでやってる方、握手のマークいっぱい押してくださいね、握手のマークを押したらそういう時間が短くなるから、ヘルプ出せるからいっぱい握手扱ってください。握手ボタンもう押しとけっていう精神でいっぱい握手して、そう短縮のやつも時間短縮をもったいぶらずにいっぱい使ってください。訓練とかもあれは使ってなんぼですからね、またもらえばいいからどんどん使っていきましょう。そしてデイリーギフトももらいましょう。デイリーギフト毎日もらえちゃうから、たくさんもらえちゃうから、あれもらうだけで時間かかるから。そうよ、私もなかなかそう初心者だから教えてもらってます。そう、同盟入れるようにみんなでね資材集めたりしてるから、どんどん申請してください。今定員足してたりするけど、徐々に徐々に
入れていくので。あっちゃさん、ラブレターありがとう。パチャンパチャンパチャン。ね、今ってさ、お話し会って再販中だっけ？もうなんかしょっちゅう再販が終わったら、あのお支払い時期、再販始まってお支払い時期の繰り返しだっけ？今って再販時期だっけ？今はこのアザージャケットサイン会は受付中なんですよ。あさってまで、あさってまで受付中なんだけど、話し会はなし。今まだ出てない。そろそろ来そうかな。今やってません。ありがとう。もう気づいたら出てるから、こういうイベントから帰ってきた時とかは注意だから。よかった、ありがとう教えてくれて。今アザージャケットの時期か。ともっちさん、アイスありがとう。アザージャケットメッセージもぜひお待ちしてます。近づけとこ、ぴょん、じゃじゃん、じゃ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 ん。ウォッカさん、ハートありがとう。コウさん、お断りです。暗闇の話誰に聞きました？どこ情報ですか？どこからのソース？ココアさん、ココアさんソース、ココアソース。もがみさんからいいねが来ちゃった。キャー、今日私ね、パセリさんって言われてギーみたいな、めっちゃ気持ち悪い雄たけびあげてしまったんです。ごめんなさい、すいません。めちゃめちゃキモボイスで喋っちゃった。かえでさん10ありがとう。しーちさん、ペロペロキャンディーありがとう。ロデムさん、ハートありがとう。キムさん10ありがとう。マイキューさんとココアさん、じゃあもう話せるよこれは。あのね、今日暗闇だったんですけど、本当は暗闇じゃなくて、で、えって会場にいた方ならわかる、あのメンバーの戸惑いぶり。え、1曲目が花は誰のものだったんですよ。じゃーんらんらーん、トゥルトゥルトゥル、え、みたいな、え、暗闇って言って、そうで、みんな今日の16人でやるの初めてだから、ツアーとかでもこの16人でやったことないし、だからポジションかぶってるメンバーもいて、そうなの、ポジションかぶりのメンバーもいたからさ、そう、誰がどこのポジに入るか、アリちゃんさんとかソラハさんとかも何ポジもできるわけよ。で、私もツアーと花垂公演のやつとかあったり、メンバーによって2ポジ3ポジできるメンバーもいるから、そう、誰がどこに入るみたいな、もうみんな心理戦で、心理戦で始まった暗闇だったから、その後ももしここであのガラス瓶とか始まったらどうしようとか、なんか心の中でずっと、昨日ね愛媛でも16人のイベントがあったから、え、もしかして昨日のイベントのやつで曲瀬戸り流れてるのかなと、やばい、昨日の16人じゃなくて6人の方だったから昨日の瀬戸り知らない、どうしよう、私がもし16人でやったことないポジだったらどうしようとか、あの普段の公演はあのサラちゃんと同じポジションだから、そう、え、どうしようと思って心の中で思ってた。こんばんは、かずきさん10、石川さんハートありがとうございます。江口国葉ちゃんはキスマキャラなのでお気をつけて。全然なんか大人っぽい感じでした。なんか丁寧にすごい話してくださったから、なんか私もペコペコしちゃいました。甘えん坊なんですか？まだキスされてないです。全然ウェルカムです。全然あのウェルカムだけど犯罪になっちゃうかも。めっちゃ若いですよね。私ちょっと犯罪になっちゃうから気をつけていかないといけない。イモケンピさん10ありがとう。ご主人様お断りです。ユーピョンありがとう。ハートありがとう。
んばんは。マイキューさんとココアさんなんて喋ってるんだろう。マイキューさんとココアさんの情報はどんな情報が出てるんですか。電子バトンの皆様、待ってください。もがみさんが引用ツイートしてくださってる。ココアは怖かったって言ってた。ココアさんセンターしてくれてましたよね。あ、リコちゃん泣いてた。そう、終わった後リコちゃん泣いちゃってた。だってリコちは16人でこうやってやるの昨日と今日が初なわけですよ、選抜になって。で昨日はまた違うポジションだったりして、昨日暗闇なかったらしく、で普段花垂れ公園でやってる暗闇は沖さんのポジションだから、リコちゃん暗闇やったことあるとこ沖さんいるからもうどこにも入れなくて、でもそれでも今日はちゃんとステージの上で、そう、自分で考えてやってたの。それは泣いちゃうよ、私だってもう。で私のあのあゆみんさんのポジションなんですね、暗闇ツアーとかの時は。普段は違うけど、あゆみんさんとこだけど、あゆみんさんとこ後から聞いたら、ありちゃんさんもあゆみんさんとこもうやったことあるらしくて、でも違うとこもやったことあるから、でももちゃんもそう、最初違うとこ入ったら誰かと被ってたから、途中からもう一個できるポジの方に移動したとか言ってて、びっくりです。本当びっくりしました。流星さん10周年クマありがとう。サヤンとココハちゃん似てる、わかる。今日言ったよ、サヤンにサヤンと似てるよって、似てるって話した本人に。そしたら妹かもしれないって言ってた。ね、こんばんは。そう、どこ空いてるかみんな探してた。いや本当、いや怖かった。あのね、今日は息をする心と君は何を後悔するのか、9枚目シングルと10枚目シングルがテレビサイズバージョンだったんですよ。だからそれで普段もこれね、テレビで1回ずつしか披露したことがないバージョンで、イントロも短いしアウトロも短いし、1サビ終わったらすぐ D メロに行ったりとか、めっちゃ切られてて、テレビサイズ用に。それも息をする心過去に1回の番組でしかやってないのと、この前のオールナイトフジコでやった最新シングルも1回だけだったから、今日の朝レッスン場でみんなで合わせて、あの結構ドキドキしてたんですよ。そう、感想なくて。だからこの後の曲もし違ったら、また違ったら、テンパるって、次の曲ちゃんと合ってるかなって思いながらハラハラだった。そう、ワンハーフともまた違うテレビサイズバージョンだったんですね。さあ、みどりさんいいねありがとう、こんばんは。10枚目はイントロ最初交差するんですよ、メンバーが8人、7人と8人いて、ユミリンさんとかが真ん中いて、こう交差して反対に行って踊り出すけど、交差なくもう反対側にいる位置から始まり、1サビが終わったらもう D メロに行き、 D メロが終わったら大サビの2回し目から始まる。大サビの最初飛ばしてもう2回し目に入って、アウトロもなしみたいなバージョンで、そう、息をする心もイントロなしバージョンで、1サビ終わったらすぐ D メロ行くバージョンっていう、あんまりやったことのないやつだったから、聴いてる側ももしかしたらあれってなったかもしれないけど、あれはもともとの、もともとあれでした。持ち肌さんハート、下吉さん可愛いありがとう、和之進さんラブレターありがとう、君は何を後悔するのか、
今来た道何度も振り向いてが1回し目、思い悩みからが2回し目みたいな。だから D メロが終わったら君はがなくなって思い悩みから入るみたいなバージョン、テレビバージョン。息を吸う心は好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ生きることは、でも始まっちゃう。普段は君が好きだ真夜中はみたいな、違う、星空をずっと眺めてるとって2番に入るけど、それがなくなり、テレビバージョンでした。ワンハーフだと、ワンハーフなんかで披露したことあるっけ、あれワンハーフまだ披露したことないかな、どうだっけ。ワンハーフとまた違うテレビサイズバージョンってやつがある。陣内さんハートありがとう、ミックさんハートありがとう。テレビサイズ、タタ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 タ、だから生誕祭とリリーベに向けての日々です。楽しみです。楽しみだよ生誕祭。今日はね、今日の髪型してくださったメイクさんが生誕の日もいるよって言ってたから、こんな感じのハーフアップっぽいやつにしようかな。めっちゃサラサラにしてもらいました。いつもね、ご飯情報を交換するメイクさんで、いつもパセリさんパセリさんって言って、なんかお母さんみたいな感じの雰囲気なんですけど、いつも私のことをねパセリさんって呼ぶか尾崎さんって呼ぶんですよ。で、尾崎で訂正しなかったらもうずっと尾崎で尾崎で認識されてしまったから、もう何年もお世話になってるから今更言い出しづらくなって、でも今日はパセリさんだったから訂正しなくて済みましたたまに尾崎さんって言うから、あーいつ訂正しようと思いながら普通に返事しちゃってるゆうたさんレインボースター、しんいちさんだるま、ありがとうありがとう。訂正できない、いつも言い出せない。なぜヘタレがないのか謎が解けました。お、謎が解けましたか？名探偵？真実はいつも一つ。上村ひなさんが上村呼び流してる。いや、ありがちやん、そんなん。仲間だ。尾崎と尾崎と。仲間だ。仲間意識絶対多いよ。きっとファンの方もパセリが勝手に読んでるけど本当は違う読み方だよって人多いと思うもん違う人いそうだ、勝手に解釈して読んでるけど。ガードリさん10ありがとう。こんばんは。イントネーション違うよとかもありそうすぎる。ジャムおじさんの会、来週日曜日、来週日曜日、来週、今日日曜日だね、来週、わかった、覚える、ちゃんと。来週の日曜日パセリ何してるんだろう。来週の日曜日は今日が10、今日12ってことは19日ですか。来週ありがとう。19の広島のアンパンマンはジャムおじさん会、覚えました覚えましたよ。しっ
カリと脳みそに叩き込みました。ポン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 。19年20日が STU と SKE さんのコラボライブの日。20日が月曜日、その前の日が日曜日、19日。アンパンマン覚えときます。覚えとくよ、覚えとくからね。アンパンマンは5時か6時ぐらい。そう、明日 STU 岡の発売日です。まだ見てないけど、まだ本物見てないけど、ネットで公開されている表紙に実はパセリところどころいるんですよ。表紙メンバーではないんですけど、表紙メンバーはイベント、ショールームイベントで買ったリコチとか、あとは先輩たちとかサヤンとかが載ってるんですけど、その表紙メンバーの脇とかにちょこちょこちょこって写真が小窓で載ってるんですね。そこにちょこちょこパセリいます。実は見つけられるかな難しいかな、みんな同じ衣装着てるから難しいかもだけど、実はちょこちょこパセリ写ってて、3カ所かな、3カ所いる気がする。そう、どこに行ったかはまだ内緒です。やっとオフショット載せれるじゃん。今までオフショットゼロだったから、発売されるまでオフショット載せれなかったので、やっとオフショット出せます。どこに行ったかもやっと言えます。ぜひゲットしてください。ブンさん10周年クマ、ミヨンさんハートありがとう。明日発売だよ。ヤマピーさん10ありがとう。ブンさん10ありがとう。え、新曲カラオケで配信されてた。嘘、もう始まってるの。君はって歌えちゃうの。いっぱい練習してみんな100点取ってください。うっかりあんこさんお断り。リハクさんラブレターありがとう。思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。予約してるけど明日につかなそう。わーん、なんてこった。月曜日忙しいのかな、みんな運送会社の方々も。じゃあ届いたらじっくり読んでください。でもまだ私も見てないから何が書いてるか全然わかんないけど、見てください。よろしくお願いします。楽しみよ、早く読みたいです。早く読みたいよ。明日の仕事帰りに本屋行きます。あるかな、本屋さんあるかな。あるといいな。長崎在住のニャンサイジンさんハートありがとう。ともっちたんアイスありがとう。書店で予約したら広島遅れるって言われた。わあ、広島いつも遅れがち。長崎もそうだったの。仲間だよ。新一さんコマありがとう。いや、岡山もなさそうな気がするね。東京とかはあるかもだけど。キャナルシティ PR 舞台に見せかけて違うからねPR 舞台に見せかけてマイキューさんじゃなくリコチみたいな。メンバー構成が6人なんですけど、そう違った。実は違います。チコリータいます。で、兵庫メンバーは兵庫に行くのに、サラちゃんは福岡出身なのに兵庫にいるの。どういう組み合わせなんだろうか分からんけど。ゆうたさん10ありがとう。こんばんは。ね、尼崎違いました。パセリータはなんと福岡でした。福岡のお話し会の前の日に福岡、2日連続福岡、土日福岡です。楽しみです。よろしくお願いします。福
福岡は日帰りの飛行機取ってるので悩んでる。そうだよね、みんなもう飛行機とか新幹線とか予約済みだろうから、もう今ね、だって1ヶ月ないもんね。1ヶ月過ぎちゃって、1ヶ月前過ぎてるから、今からキャンセルとかキャンセル料もかかるだろうし、空席とかも難しいだろうし、いろいろさ。そうだよ、だってまさかそこに入ってくると思わないもんね、福岡のイベントが2日連続って。早割チケットはそれはなおさら変更できないやつだ。私もそれで後悔したことがある。バリ得、こだまとか。そうだよ、ちかっぱ祭と兵庫の日かぶってるの。そうなのよ、そう、今月にもう、そうイベント始まるんだけど、リリーベ、その日が PR 舞台のメンバーが福岡でちかっぱ祭に出てる日で、だからちかっぱ祭撮ってるけど兵庫面に推しメンもいるよって人はもうピンチ、大ピンチです。一体どうなっちゃうの？太宰府はいいね、太宰府なんかあれ、美味しそうなグルメとかよく TikTok で流れてくるよ。太宰府、長崎から新幹線つなげてくれ。いやー、ほんとね、そうだよね、乗り換え大変や。福岡にはいるけど別現場なんだと。まさか HKT さんの周年コンサート、周年公演じゃないの。ブンさん、ハートありがとう。 HKT さん周年公演が今月末あるからね。イタチさん、10ありがとう。お疲れ様。こんばんは。ジェセオさん、ハートありがとう。福岡のおすすめ、福岡のおすすめね、もう出し尽くしたかな。あんまりね、そんな福岡行ってもさ、あの HKT さんとかの公演行く時も何もそんな、その時はそんなになんかご飯とか行ったりとかもなかった。チェーン店とかでご飯食べたり、帰りのサービスエリア食べたりしたから全然ないんですよね。もう出し尽くしたかもしれない。なんだろうな、間違って撮ってた福岡の中止とか役に立つ時が来た。なんだと、それは過去の自分を褒めてください。いっぱい褒めて、よち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 って。そう、福岡ね、なんだろうね、今まで何おすすめしてきたっけ。結構おすすめしてきた気がする。何をおすすめしてましたっけ。ん、あ、今日ね、差し入れでいただいたやつが博多のお菓子でした。博多バリバリみたいなやつ、博多バリバリ食べました。今日調べたら博多のお菓子だった。博多バリバリ調べてみてください。今日食べて めっちゃ美味しかった。ピスタチオ味食べました。ラムレーズンとピスタチオがあって、博多バリバリだった気がする。ちょっとめっちゃバリバリ言うの、本当に食感がバリバリしてた。人生で食べたものの一番バリバリしてるって言っても過言じゃないぐらいバリバリしてました。私も初めて、マイングで売ってるって書いてた。マイングっていうのは博多駅にあるやつ、博多駅にあるお土産屋さんです。合ってるかな。いや、おせんべいじゃないの、なんかおしゃれなやつ。
おしゃれフード博多バリバリ。スフォリアッテラ、スフォリアッテラっていうお菓子らしい。スフォリアッテラああスフォリアッテラねみたいにならないと思うけど、博多バリバリね、あのね、ちょっと写真見せますね。これです。このこれがめっちゃ層になってて、あのなんかさ、竹を編む、竹を編んで作るバッグあるじゃん、あれみたいな一層一層が。ちょっとこの例えちょっとよくわかんないかもだけど、一番伝わりやすいと思う。竹を編んで作るバッグの、そう、切り株みたいな見た目、そう、それが層になっててめっちゃバリバリしてて美味しかったです。伝わるかな伝わるかな、でも見たら絶対わかると思う。なるほどねって、確かにって、噛んでみたらよくわかると。うん、竹は食べないでほしいけど、パンダじゃないから食べないでほしいけども、そんな感じ。あっちゃさん、レインボースターありがとう。バリバリしてました。初めて食べたお菓子だった。今日の差し入れでした。今日は武蔵も食べたけど、この博多バリバリも食べました。博多駅1階マイング横丁にあるスフォリアテラ、スフォリアテッラ、間違えました、スフォリアテッラでした。スフォリアテッラ専門店オスピターレ全部難しい、全部難しいですね、全部難しいと思うけど覚えてください。いきますよ。博多駅1階マイング横丁スフォリアテッラ専門店のオスピターレ博多バリバリですね。これは難しい。うん、それです。今日食べた差し入れです。今日はピスタチオとラムレーズンがあったけど、他にも味があるっぽい。今見た感じ、ガトーキャラメル、焼きリンゴ、ナポリ、ナポリ味って何？ナポリタンしか知らないけど、プレーン、チョコレート、ピスタチオ、リンゴ、アマオ、シチリアレモンって書いてる。なんかめっちゃ味があるっぽいです。え、この写真だったら伝わりそう。こんな感じで層になってるんです。え、わかるでしょ、パセリが竹のバッグって言った理由。こんな感じの層がいっぱい密集してて、食べたらあのバリバリ言います。ポテチよりバリバリ言うから、めっちゃ美味しかったです。バリバリ。しゅんさん10ありがとう。うん、ちょい固めだけど食感楽しい、楽しいし美味しい。間にクリームが入ってた、美味しかったです。ピスタチオ食べたよ。ピスタチオ最初抹茶かなと思ったけどピスタチオでした。よかった、ピスタチオおすすめフードでした。ふんふんふん。今日さ、3つツイートまとめてしちゃったから、みんなあの通知荒らしてたらすいません。通知取ってる方、通知取ってない方はちょっと関係ない話だけど通知取ってる方は通知をピョンピョンピョンと荒らしちゃったかもしれません。すいません。リツイート、いいね、コメント、リプ、リプかっこコメント、よろしくお願いします。3点セット、リツイート、いいね、コメント、お願いします。よろしく。やっぱいいねとかが多いとさ、ピースストックのタグで検索したときに、なんかおすすめみたいなところでさ
トップに出やすかったりするから、ちょっとよかったら、よかったらぜひ。予定した曲と違う曲の話、実はもうさっき話したんですよ。さっき話しちゃった。初のお手紙出した。え、初？意外。もしかしてお誕生日おめでとうって書いてくれてる？それとも違う話？楽しみにしときます。ありがとう、お手紙。お手紙の送り先メールで送ってよかった。よろしくお願いします。ファンレター、ファンレターなんか最近少なくなってきちゃって寂しいので、よかったらお願いします。広島中央郵便局支所箱第4号 STU48 尾崎セリカです。よろしくお願いします。ちゃんとじっくり読んでます。お手紙ボックス今2箱目、でもそれもいっぱいなりそうだから3箱目に行きそうです。いつもありがとうございます。どういう保管方法が一番正しいんだろう、どうしてるんだろう他のメンバーとか。私はお手紙ボックスを研究生の頃からそういうお手紙ボックスに入れるって決めてたから、もらったものはあのプレゼントとかについてくる付箋とかのメッセージとかもお手紙ボックスに残してる。いや全然あの責めてないよ、責めてないよ。話題また書きます、待ってます。ありがとう、お便り、年賀状も待ってます。よろしく、余ってればで大丈夫。わざわざパセリのために年賀状買いに行かなくて大丈夫。もしあちょっと書き損じしちゃったとかでいい、書き損じとかでいい、もうそういうのでいいです。あ書き損じしちゃったからパセリに出したろうって、そういうのでいいです。お久しぶりです、お元気でしょうか。高校ぶりですね。あ間違った、中学ぶりだった、書き損じだ、これパセリに出そうとかでいいです。そういうのでいいです。そのレベルでいいから待ってます。しんいちさんラブレターありがとう。年賀状も支所箱4号で OK です。今年の年賀状じゃあ今年の年賀状余ってる人も今年の年賀状でぜひ。今年のか、今年はうさぎ年か、じゃあうさぎ年の年賀状も、辰年のんねえ牛とらう辰年か、辰年も待ってます。待ってるよ。間違ったらあのなんかミノムシみたいな真っ黒クロスケみたいなやつにしたいから、クル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 ってここに面玉2個つける真っ黒クロスケみたいな書くやつしても良いよ。手紙はチラシの裏に書いても OK、 やばい。何のチラシにしてくれるんですか。何のチラシだろう、何かな。さのっちさん10ありがとう。あそう、去年にキラキラつけた、あの野外だったから、野外だしあの西日だったからキラキラするかなと思ったけど、思ったよりステージが大きくて高くて絶対客席からキラキラ見えてないなってなってた。ルギアさん10ありがとう。待ってます。何のチラシなんだ。確かに片面がさ白のチラシあんまなかったりするよね。私もさ学生の頃とかおばあちゃん家でチラシの裏に落書きとかしとったけど、なかなかなかった。あの集めてもらってました、裏が白いチラシ落書き用に。こんばんは。やばい、盛大のスピーチ考えてない。やばい。今週やりたいこと1、
生誕祭のスピーチ、自分のこの1年間を振り返って、あのちゃんと時間内に収めることで、言い残しがない、悔いのないようにスピーチをすることが1個目。それ1個目で、2個目の目標は免許更新に行くこと。もうこれ本当になかなか行く気が起きなくて、でも今週誕生日ってことは来月までには行かなきゃいけないってことだけど、来月クリスマスコンサート発表されたってことはレッスンが入ってくるということですよね。ということは今のうちに行っとくべきなんですよ。でもなかなか行く気が起きなくて、いやうえん、困った困った。良平さんお断り、下吉さんいいねありがとう。免許更新今日行きました。えらい、えらすぎだ。並びましたか？並ぶよな。新一さんファイトありがとう。2年前にいた時はさ、まず入り口で並んだんですよ。入り口で並ん でその後は写真撮る時でまた並んで、結構なんか何回も並んだ記憶があるから、それがちょっと並ぶのがちょっと並ぶのユニバと思ったらいいかな。100分とか普通に並ぶじゃん、ユニバ行ったら。ユニバと思う。私ユニバでジェットコースター並んでる時は本当に最悪なんですけど、あの X 開いてジェットコースターの名前入れて、ハリドリとか言って、ハリドリバックドロップ怖いとか、ハリドリバックドロップ吐きそうとか、なんかそういうの調べて、吐いたとか、あの私乗り物酔いがやばいからジェットコースターで吐かないかが一番怖いんですね。あと気絶しないかとか怖いから、そういう過去にそういう人がいるかどうかを毎回調べる癖があってじゃあ免許更新の時は免許更新移り最悪とかで調べたろうか。ちょっと仲間を探さないといけないこんばんは。ねえ、やだ。広島の免許センターよく調べずに行ってお休みだったことある。え、それって最悪じゃん。え、お休みとかあるの？調べなきゃ。超最悪じゃん。あそこまで行って。広島免許センター。やば。広島免許センターで打ちたかったのに、なんか勝手に予測変換されて広島メンズエステとか出た。違うよ、免許センターだよ。勝手に変換しないでください、やめてよ。エジリンさん10、ノブローさんハートありがとう。私有料運転手だから有料運転者やからな。土曜日祝日休日振り替え、12月29日から1月3日は行いません。日曜日は行いませんって言ってる。だから月火水木金のうちに行けばいいってこと。大阪の免許更新事前予約制、そうなの。でもじゃあ今日行きたいなって日ができても行けないってことか。あららら。クワドリさんだるまありがとう。うわー、行ける日探してもらおう。マネージャーさんと相談してスケジュールとね、頑張ります。いい移りを目指して。だって次5年でしょ免許更新。ん？ 5 年だっけ。え、5年でしたっけ次って。怖っ、めっちゃブスに取れたらもう終わりや。さやみどりさんファイトありがとう。
しんいちさんハットギフト、メロンのあそこさん花束ありがとう。失効しないように気をつけます。うわん5年か、ちょっとアーシャより頑張らんといけん。アーシャは1年だけど免許は5年、恐ろしい。コツありますか？笑っちゃいけないじゃん、どうしたらいいの？おちょぼ口とかなんかした方がいいみたいな。コツ何？目をガン開き、逆にやばいかな、ふわって怖いかな、どうしよう、どうしたらいいんだ。コツありますか？どうしてんのみんな撮るとき。リップをしっかり塗り直すこと、自然体で。分かった。え、でも今の時期ってさ口乾燥しがちじゃん。今日もライブ中さ野外だったから砂ぼこりでめっちゃなんか喉乾燥してて、乾燥したらさうまく口閉じれなかったりして前歯が出たりするんですよ私。前歯こんにちはしちゃうからちょっと乾燥に気をつける。顎を引く、分かった、顎引く、顎引いて乾燥気をつける。微笑む、どう？ちょっとみんながカメラマンと思って行くよ。服装は白がいいかな黒がいいかな、どう？襟付きとかがいいかな、難しい、どうかな。どう？どうですか？しゅんさんありがとう、ひりやすみさんバラありがとう、ハートもありがとう、みやてぃさんハートありがとう。何がいいの？服の色濃い方がいい？白がいい？白が良い？白がいい派と濃い方がいい派と。休みの日なのにわざわざ黒シャツにスーツで取りに行きました。偉すぎ、めっちゃかしこまってるやつや。でもいいねビシッと決まるの。どうしよう、だってさ役職系の手続きするにも郵便局とか受け取りに行ったりするのにも結構免許証って出したりするタイミングあるじゃん、まあ、保険証でもいいけど、どうしよう。しんいちさんいいねありがとう、かずのしんさんかわいいありがとう、わいもかわいく映りたい。じゃあパセリが失敗したら失敗した時の反省点教えるねみんなにも、それでみんなはそれをやらないように気をつけたら最高の映りになると思うよ。免許かわいく映る方法、写り、写りを良くするコツっていうサイトがあった。やばい。写真撮影当日は顔に光を反射させるレフ板の代わりになるものを用意しましょう。例えば白いハンカチを膝の上に敷くとうまく光を反射してくれますだって。わざわざハンカチを敷くのが恥ずかしいという人は白いボトムスを履くか大きな白いバッグを膝の上に置いても同じ効果が得られるはずです。わお、なかなかですね、1個目からなかなかのやつきた。無理に口角を上げる必要はありません。口元を左右に少し伸ばして心の中で楽しいことや面白いことを考えると自然な笑みがこぼれるはずです。難しいこのサイト。顔が肩よりも前に出るため顔が大きく見えます。姿勢を良くするとフェイスラインが引き上がり顔が引き締まって見えるでしょう。背筋を伸ばしたり顎を引いたりするのがポイントです。顎に力を入れてレンズよりも少しだけ上を見るようにすると目つきが悪くなるのも防げます。ほうほうほう
ほう。ほう。難しい。一瞬だもん。生写真撮影とかはさ、カシャ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 、はい、いいね、カシャ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 、反対向いてみようか、カシャカシャとかめっちゃ撮ってくださるけど、免許の写真って一発じゃないですか。ひー、トップスには顔周りがすっきり見えるものを選ぶと良いでしょう。ハイネックやタートルネックのように首が膨れるスタイルではなく、 V ネックやラウンドネックなど襟元が少し広めに開いている服の方が首のラインを美しく見せてくれます。あえて首元を隠すスカーフやマフラーも避けた方が無難です。またトップスのカラーは白系の明るい色がおすすめです。だってへえ、白系がおすすめって言ってるこのサイトは。でも難しいよ。ちょっと生写真撮影の時にお願いしとけばよかった。すいません、免許の写真撮ってくださいって言っとけばよかった。悔しい。違うサイト見たら、綺麗に写るための適切な服の色は白またはベージュです。この色を選ぶことで顔色が明るく見えるようになりますって書いてる。青っぽい色の服装や厚手の素材、ボーダー柄のデザインは太っているように見えるので注意が必要ですって言ってる。太ってるように見えるらしい。気をつけなきゃ。ピンクのトトロさん、ハートありがとう。はあ。猫像やめましょうって書いてる。はい、わかりました、わかりました。レンズは凝視しなくていいです。レンズの向こう側にある何かを見るような感覚で、何、レンズの向こう側にいる何かを見る感覚で見たらいいそうですよ。ほう。また撮られる瞬間に鼻で息を吸い込むと自然に目が開いて明るい表情になります。本当？本当だ、目開く。 鼻で息を吸ったらいいらしい。怖くないですか、急に。で顔でさ、免許の写真撮ったよ。え、確かに開くけど怖くない、大丈夫かな。これ本当？捉える前に自分のリズムを作ることも大切。まず自分の順番が回ってきたら、うつむき加減で椅子に座りましょう。しっかりと自分の中で準備ができるまで撮影チャンスを与えないことです何これ。不意打ちで撮られて失敗したケースが多いようですのでって書いてる。そんなのいいんですか、めっちゃ時間稼ぐじゃん。いいんですか、そんな人並んでるっていうのに。めっちゃマイペースやんこの人。さっきまで猫背がどうとか言ってたのに。ほんと？さとこさん、ハートありがとう。本当に言ってる？駆け引きねえ、せかされそうだよ。違うサイト開いた。目をしっかり大きく開く。しかしあまり大きく開きすぎても威圧的に見えてしまい逆効果。できれば90-95%ぐらいの大きさで開けるといいですね。90-95%、これが 100% ってこと？じゃあこれが90 むずい。 100%90 こんぐらいですか。難しい。そして顎を引きすぎないこと。顎を引きすぎると二重顎に見える上、自信のなさそうな雰囲気になってしまいます。
また、人によってはメンチを切っているように見えてしまうこともだってえ、さっきのサイトと違う、顎を引くと良くないって。うん、これも 90% とかなんかな。え、難しいな、注文が多いな。事前に何回か練習して良い表情を作れるようになっておきましょう。練習することできっと満足のいく写真が撮れると思います。だって練習が大事らしい。へえ、そんなこと言われても、普段から撮られてる側なのに。そんな、どんな練習をしたらいいんですか。お、顔の周りを髪の毛で隠したらすっきり隠れる分痩せて見えると思われがちだけど、逆に出した方がいいよって書いてる。髪をすっきりした方がいいですよって書いてある。難しいね。まあもう自分の信じた道を行くしかない。練習します。目は 90%、 これ 100%、 これ 80%、 100%、 9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 0%、
絶対変だよ。で顎を引く、でも引きすぎない、引きすぎるとメンチを切っているようになってしまう。で背筋を伸ばす、そんで目鼻で息を吸う。怖い、難しい。遠くを見る、そうだった、レンズの向こうにある何かを見る、そして心の中で面白いことを思い浮かべて微笑む。どうでしょう。どうだろう、難しい、注文が多いわ。むずいよ。うん、いっか、どの写りでも一発勝負や。怖いな。確かに意識しすぎたらね、変なくなりそう。本当だね、意識をせず。え、この髪型とかでさ、なんかイベント終わりとかに行きたい。そしたらメイクさんがしてくれた髪型でいけるじゃないですか。ないのかな、お昼ぐらいで終わるイベントの日。そしたらいけるのに、いけるのに、いけないじゃないですか。生誕割とか今日とかも空いてないじゃないですかね。今日前髪いい感じだった。今日これ撮りたい、事前に撮っていこうかな。でもそれもそれでなんかさ、いっぱい撮り直したくなってめんどくさいなと思って、あ、やっぱやだ、もうちょっとこうしたいっていうのが出てきすぎてさ、結局100枚とか撮ることになりそうで、それだったら免許センターで一発でもう諦めるしかないってなる方がいい気もして、そこが悩ましいですね。でも今日いい感じだから、これで撮ったのかな。視力検査大丈夫、きっと大丈夫。コンタクト、メガネ持参します。わらびもっちーさん、ハートありがとう。一応これで撮ってみようかな。これで撮って、やっぱその場で通ろうと思ったらその場で持ち込み。自分で撮ったやつってさ、印刷しなきゃいけないの？どうしたらいいんですか？自分で撮った後はどうするんですか？あれってデータで送るの？どういう仕組みですか？どういう仕組みよ。これ？これも写すの？大丈夫だよ、これはちゃんと撮るときは撮るよ。
大丈夫免許センターの人に宣伝しなきゃいけない。やばいやばい。コンビニでプリントできる？オッケー。プリントします、コンビニで。わかった。じゃあスマホで撮ってコンビニでプリントして持ってけばいいの？わかりました、そうするよ。コンビニ、うん、免許、免許写真。写真持ち込みの窓口がある。お、そういう専用のやつがあるの。免許写真持ち込み、いや難しいよね、サイズ感とかね。正面を向いているもの、頭頂部から鎖骨のやや下あたりまでが写っているもの、背景が単色で模様や風景になっていないもの。わ、やばい、見て、今広島県の免許のその持ち込みのやつ見てるんですけど、使用できない写真の一例みたいなやつがこんなにある。1,2,3,4,5,6、あ、わかんなかった。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,21個もある、使用できない写真の例。もうこれはもうめんどくさいからやっぱ現地で撮る方がいいのかな。めっちゃ多い、もう撮ってもらおう。やば、画像を加工して実際の姿と大きく違っているもの。そりゃそうだ、そりゃそうだってやつばっかりでした。みんな21個あるけど、あのね、納得いくものしかない。帽子やスカーフ、幅の広いヘアバンドを使用して頭が覆われているもの NG。当たり前なやつばっかりだった。サングラスを使用して目の形がわからなくなっているもの。写真に写っている姿と現在の姿が大きく違っているもの。ピントや露出があっておらず、画像が不鮮明なものや明るすぎたり暗すぎたりするもの。むずいねこれは。確かに家庭用インクジェットプリンターで印刷したもので印刷品質が低く粒子が粗いもの。普通紙など写真専用紙ではないものに印刷されたもの。ああ難しいからもう撮ってもらおうね、せっかく今日いい感じだけど。ダメや、もうお腹が空いてきた。お腹がさっきからグーグー鳴るの。うわー、正面向いているもので縦が3センチ横 2.4 センチ。はー、背景の色と衣食、間違った、衣服の色がほぼ同じで見分けがつかないもの。胸より上が大きく開いた衣服で写真では何も着てないように見えるもの。確かにこれは良くない。あと影ができるの良くないらしい。今影できてるじゃないですか、こう後ろ。これもダメらしい。やっぱダメだ。もう腹をくくります。免許の写真は一発撮りにかけます。あ、一発撮りです。証明写真のボックス、え、撮ったことある、あれで履歴書用のやつ、あれ恥ずかしいよね入るとき、地元とか特に。なんかスーパーのさ駐車場の入り口とかにあるじゃないですか。だから入るとか次第に見れるとって恥ずかしいなとか思いながら撮ったりしてた、履歴書の写真。頑張ります。
だってさ、お金かかるじゃないですか。それ結構高いよね、照明写真のあのボックス。頑張る、行ったらちゃんと教えるね、映り具合も漏れ具合も教えるね。陣内さんファイト、さやみどりさんファイト、ありがとう。しんいちさん小判ありがとう。上だけスースで撮ったことあるよ。下は何ですか、パジャマですか。リモートの会議みたいなことするやん。リモートのあるあるとかでよく聞くやつや。上だけしっかりして下パジャマみたいな、立ち上がってバレちゃうやつ。昨日アイチェとツーショット撮ったんですか。今日です、今日のイベントで撮りました。昨日は会ってないです、本日撮りました。長崎在住のニャンサイ人ハートありがとう。可愛く映れますように。でも可愛く映りすぎて5年後に私が激太りとかしたらめっちゃさ、やばい超可愛い、実物より可愛く映れたと思って5年後激太りしたらさ、え本人ですかって言われちゃうじゃん、免許証を使うたびに。だからほどほどの実物に近い写りで5年後激太りしても、あの分かる範囲の可愛さで撮れますようにね、お願いします。怖い怖い、恐ろしい、激太りする可能性あるから怖いよ5年、え怖すぎません。みんなはどうしてるの5年とか経って。え今はめっちゃ食生活とか気をつけてるけど、5年後の自分もそれを続けられる自信はないんですよ。5年後はもう好き放題食べまくりたい、両手にシュークリームとか持って配信とかしてるかもだし、わかんないじゃないですか。であの郵便局とかにさ荷物受け取りに行く時とかさ、免許証出したりするじゃん、顔写真付きとかいるじゃん、そういう時とか怖くないね。そういうのも視野に考えなきゃ、気をつけて撮ってきます。もぐもぐ食べながら配信してるかもしれない。めっちゃお腹鳴っちゃう。お腹が鳴ってるよ。パちゃん。確かに。映り悪い方がいいかな、逆に。可愛くなったねとか言われるかな。見せるたびに。いやもうとりあえず撮ってみる、撮ってみて写りが悪かったらそういう思考に切り替えましょう。でめっちゃ写り良かったら心配しよう。まずは撮るところから始めなきゃ。よし、いつ行くか分かんないけど、ちゃんと来月の16日までに行かないと免許のね期限が切れちゃうから、ちゃんと頑張っていきたいと思います。頑張る。とりあえず鼻の穴とか膨らまなければ自分的には OK。二重顎とかでもどうでもいいから、こことかも別に分かんないじゃん。だから鼻の穴とか膨らんでくしゃみする瞬間とかに取られなければ大丈夫です。頑張ろう、みんなも頑張ってください。みんなも免許のエピソードがあったらまた教えてください。うん、余裕持っていく、早めにちゃんと相談してから行きます。スケジュール半目気をつけるね。うん、気をつけなきゃ。それでは皆さん、パセリはそろそろ終わりたいと思います。もう12時になっちゃうけど、お腹が空きすぎました。今日夜ご飯をね17時ぐらいに武蔵のお弁当を食べたらもう腹ペコになっちゃいました。ありがとうございました、遅くまで。明日から
あの1週間また頑張りましょう。今週は13、明日13日に STU48 ウォーカー雑誌の発売日です。で15日に10枚目シングルの発売日、そしてリリースイベントが広島であります。 NTT クレドホールであります。そして高尾さやかちゃんの写真集も発売日です。水曜日はね、発売日、 CD 発売日、リリーベさやの写真集で、その次の日はなんと私の26歳のお誕生日と生誕祭の公演があります。生誕祭は広島クラブクワトロっていう場所であります。そしてその次の日はこちら、10枚目シングルのソロアザージャケットサイン会がこのショールームにてあります。こちらは14日までの受付です。先着です。これはね、パゼの私の公式 X アカウントの固定ツイートに URL 載っけてるので、ぜひそちらからチェックしてください。私の X のアカウント名はおさきアンダーバーセリカです。おさきアンダーバーセリカと申します。ちなみに濁点はつきません。おさきです。よろしくお願いします。そんでもって今月末26日には福岡でちかっぱ祭に出演いたします。ちかっぱ祭はタイムテーブルが昨日発表されておりますので、タイムテーブルのチェックもお願いします。そして今日発表された12月9日のリリースイベント、キャナルシティで、キャナルシティ博多にて6人でリリースイベントがあります。こちらは当日会場で CD を買ったら参加できるスタイルです。そしてその次の日、12月10日日曜日、こちらはなんと10枚目シングルの直接会って話せるお話し会とツーショットが撮れるやつ、2人でみんなと私の1対1で撮れる、写真撮れるやつが福岡であります。こちらは今は再販はやってないけど、多分そろそろ始まると思うので、もしリリーブも行きたい、それだったらせっかくならツーショットも撮ろうかなの方も、ぜひ検討してみてください。こちらはキャラアニのサイトから、キャラアニ STU って検索したら申し込めるんですけど、今は申し込み時期じゃないです。でもそろそろきっと始まると思います。もうなんか頻繁にやってます。だから気づいたら始まってると思うんで、また始まったらお知らせします。そうだね、次とかが最終受付かな。で今日発表があったんですが、クリスマスイブイブ、クリスマスイブ2日連続23、24日、12月ね、12月23、24にクリスマス公演が決定しまして、昼夜2日連続の4公演あります。パセリがどこに出るかはまだ発表されてませんが、めちゃくちゃ楽しみです。早く詳細出てほしいって思うので、毎日毎日 STU の公式サイトをチェックして、まだかなまだかなって待ってください。よろしくお願いします。終わりです。お知らせいっぱいだった。では確かにお見送りどうなんだろう、聞いといてみます。マネージャーさんに詳細発表されてから聞いてみますね。ありがとうございます、今日も配信見てくれて。では今申し込み中なのはこちら、アザージャケットサイン会、こちらオンラインで、このショールームで今週の金曜日あるやつ、今申し込み中です。
こちらです。はい、あとさっきも伝えたんですけど、今日はあの X に3件ポストしたので、3つの投稿、ピースストックありがとうと HKT さんのお二人と撮ったやつと HKT さんの長崎出身メンバーお二人と撮ったやつに、よかったらリツイートといいねとコメントお願いします。間違った、リポストでした。リポストだった。 X 公式 X リポスト、いいね、リプライお願いします。3点セットでよろしくお願いします。それではお知らせも済んだところでお別れです。あ、そうじゃん、ゲームの兵隊ちゃんとハウスしときます。忘れてた、気をつけなきゃ。ちゃんとお家に帰らせます。ありがとう、教えてくれて。熊谷さん、バラありがとう。ではでは、男女読みます。13位いっちゃん、12位ともっちたん、11位ジュノラゴさん、10位ぶんさん、9位あっちゃさん、8位下吉さん、7位クワドリさん、6位しゅんさん、5位しんいちさん、4位やすべえさん、3位阿部ひろしさん、2位かずのしんさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもゆっくりすやすやバブバブ眠ってください。すやすや赤ちゃんのように眠ってください。よだれ垂らさないように、あとお腹を冷やさないように、あと足元とか温めて寝るんだよ。あとアラームのかけ忘れに注意だからね、早く寝るんだよ。おやすみなさい、バイバイ、またね、またね。